なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。うん、わかった。頼むな。よろしく、キリト君。それではボスの攻略に向かいましょう。アクティベートしておいたわよ。
よう。キリト、私のことを探してたの？装備の手入れが必要なら店に。素材を？いいけど、なんで私？よく、まあ、そんなの覚えてたわね。ありがとう。嬉しいけど、あんたもそんなに強化素材が必要なの？あれ？なんだかキリトらしくないわね。焦ってるっていうか、いつもの余裕がなくなっちゃってる？わかったわ。行きましょう。行き先はあんたに任せるわ。十分すぎるくらいよ。これでしばらくはハンマーを振ることに専念できそうね。ありがとう。ああ、まだ時間があるから店売りの装備を覗いていかない？ちょっと気になる店があるのよ。この性能でこの価格、うん、なかなかやるわね。こっちの盾も悔しいけどかなりの良品じゃない。その割にお手頃価格だし。落とすところだったでしょ。なあ、うん、よくできてるなって。どうしても同業者の目線で見ちゃうから時間がかかってるね。ごめん。そう。でも今後ともリズベットブグ店をごひいきに。でもそろそろ切り上げるわ。こんなに時間かかってまだ3軒しか回れてないもの。どうせやるなら負けたくないじゃない。適当な仕事して適当に稼ぐより、私にしかできない仕事をやりたいのよ。たまにくじけそうな時もあるけどね。こうして他の人の作った武器を見てると負けてられないって気合が入るわ。それでいいのよ。攻略組が職人の真似する意味なんてある？
ここから出るためにみんなそれぞれ自分の役割を自分で決めて頑張ってるのよ。私も役割を果たしてるってだけ。人生相談ならいつだって受けようわよ。それじゃあそろそろ行こうか。じゃあ、あと一軒だけ寄ってっていい？来る時に見かけたアクセサリーの店が気になってるの。この指輪の細工なんて絶対真似できないし、すごい目の保養だわ。キリトってば、頭の中身まで数値化しちゃったの？この細工にどれだけの技術と情熱が注ぎ込まれてるかわからない？これの制作者はきっと普通に装備品として通用するアクセサリーも作れる人よ。スキルを相当上げないとこの細工は作れない。それでもパラメータを度外視してるのはパラメータだけでこの作品の価値を決めてほしくなかったからだと思う。ただ素直にこの美しさを見てほしい、心を惹かれてほしいって願ってこのアクセサリーを作った気がするの。パラメータに関わらなくてもご飯は美味しい方がいいでしょ。パラメータ上げに役立たなくてもぼんやり空を見たり本を読んだり誰かと一緒に遊んだりさ、たとえ仮想世界であっても私たちには心の余裕が必要じゃない？それが無駄に見えたとしてもね。このアクセサリーはそんな風に誰かに必要な心の余裕を生んでくれる大事なアイテムだと思うの。ううん、私の方こそ強く言い過ぎちゃってごめん。ついムキになっちゃったわ。改めてお礼言われると照れちゃうでしょ。こっちはお説教かましたっていうのに。え、そんなの悪いわよ。私は別に何もしてないし、お店巡りに付き合ってもらったのはこっちだし。
そこまで言うならお言葉に甘えようかな。どれにしようか。最初に見たあの指輪、一目惚れするくらい素敵だったけど、さすがにまずいわよね。やめておこう。これが欲しいの。はい、お決まりですか。ありがとうございます。今つけていかれますか。じゃあせっかくだからつけていこうかな。はい、ありがとうございます。ありがとう。すごく嬉しい。宝物にするわね。いい？どう？似合ってる？そりゃそうだよね。でも嬉しいよ。ありがとう、キリト。キリト、キリトも来てたんだ。うん、こっちの方に来たから、あの種の様子を見てこようと思って。まさかキリトに会えるなんて思ってなかった。もちろん、こっちからお願いしたいくらいだよ。そこ！
キリトこそ、サポートありがとう。ねえキリト、なんだか天気が悪くなってきてない？風も冷たくなってきたし。あ、何この風。それに雨も降ってきた。急いで見に行かないと。雨になっちゃった。ゆっくりしている余裕はないよ。とにかく種をまいたところを守らないと。うん、せっかくキリトとまいたのに、なんとかしないと。う、うん、服ならいくつか持っているけど。それじゃあ私はこの周りに使えるものがないか確認してくる。大きい葉っぱと木の枝が見つかったよ。ねえ、大丈夫だった？種、流れてなかった？そっか、お願い、無事でいて。うん、私はここでカバーが外れないか見てる。キリトはどこかで休んでて。でも、キリトにそんな。うん。じゃあ、最初は私が見張る。わかってる。雨、やんだ。キリトこそ、結局、二人で見張っちゃったね。ではひどい格好。
当だ。本当にそうだね。なんか小さい頃水遊びしたのを思い出しちゃう。なんだか見るのが怖い気がする。うん、双葉。いいの、嬉しくてちょっと涙が出ただけだから。こうして芽が出たっていうことは、私の気持ちが通じたってことかな。あ、うん、なんでもない。ねえキリト、これからも一緒に見に来てくれる？聞いちゃって。でも嬉しい。ありがとう。うん。あ、ちょっとだけ待って。バイバイ。また来るからね。お待たせ。さあ、帰りましょう。Not again! Mommy! No!Get away from her! I might just as well start here.